なあガッツ、鷹の段に来る前はずっと一人で傭兵でやってたのか？いや、だいぶ前だが傭兵団にいた。それからは一人だ。ま、詳しいことは聞かないよ。傭兵やってりゃ何かしら言いたくない過去は持ってるもんさ。はあ、ピピンよく食べられるね。俺もうヘトヘトで食欲ないよ。食える時に食え。何が起きるかわからん。ピピンみたいな大きい体と肝っ玉が欲しいよ。私の務め果たしてみせる。なんて動きの鈍いやつばっかり。敵じゃないね。お前の活躍楽しみにしているよ。俺だってやるときはやるよ。無理をするな。周りをよく見て進め。足だからね。手伝うよ。力みすぎるな。俺の足引っ張んなよ。頑張ってんな。
開始する。よく頑張ったな。鷹の段はどう？やっていけそう？わかんねえよそんなこと。ここは変わってる。他の傭兵団となんか違う。そんなもんかね。でも強いて言やグリフィスかな。やっぱりここの連中はあいつに惹かれて集まったんだ。ここでは毎日血の間臭いことやりながら不思議と泣いたり笑ったり怒ったりできるんだ。あいつってどんなやつなんだ？わかんない。子供なのか大人なのか、いいやつなのか大悪党なのか、よくわかんないやつだよ。俺たち凡人にはわからない、一生かかっても手に入らない確信みたいなものを持ってるんだろうな。
きっと。確信？何の？全てのさ。ここならきっと見つかるぜ、お前さんの居場所がさ。まだ答え聞いてなかったな。前の戦、なんで俺を助けに戻った？せっかく手に入れた優秀な手駒をあんなケチな戦でなくしたくないからな。ガッツ、お前は俺についてこい。今はほんの一歩に過ぎない。鷹の段も戦場でのいくつかの勝利もほんの手始め、ほんの始まりさ。面白いのはこれからだ。命を懸けるほどにな。俺は俺の国を手に入れる。お前は俺のために戦え。お前は俺のものなんだからな。お前の死に場所は俺が決めてやる。国を手に入れるだと？貴族でも王族でもない、ましてや騎士ですらない傭兵団の隊長が。グリフィスは当たり前のような顔して言いのけやがった。俺と大して変わらない、ただの一人の男が。あそこを飛び出して以来、俺は何をやってたんだろうな。あっちこっちの戦場をただ駆けずり回って、ただ敵を斬って、ただ生き延びて。答えはまだ見つからないよ、ガンビーノ。化け物が人間を食おうと誘ってくるんだ。俺が盗賊だった頃、夜中突然コンパスが狂い出してよ。大丈夫、それは鉄の交渉の影響だ。ガッツはなんでそんなに大きい剣を使ってるの？重くて大変でしょう。ガキの頃から振ってたからな。子供にしちゃ体の大きさぐらいあるやつをよ。そうなんだ、俺には真似できないよ。偵察とか何か作ったりする方が俺向きかなって。何者であれ、俺の邪魔はさせない。戦だ、気負わず行こう。
行こう。俺様に任せとけって。一緒に頑張ろうね。ミッドランド軍を蹴散らせ。危ない時を下がれ。動きしてるぜ、お前。
戦闘終了。各隊、損害を報告しろ。人の温かみに触れ、白い鷹率いる傭兵団を己の居場所と決める。そして3年の月日が経過した。ガッツを切り込み隊長に任命しようと思う。俺たちはグリフィスの判断に従うだけさ。一番に突っ込んで死ぬのが奴にはお似合いで。そうか。ガッツには切り込み隊を率いてもらう。いいな。なんで俺が奴らの面倒見なくちゃならねえ。命令だ。わったよ。隊長やりゃいいんだろう。やりゃ。すごいね、ガッツ。腕が認められたってことだよ。そうか。一人で剣ぶん回してる方が性に合ってるんだがな。隊長、ガッツ隊長。あ、誰だおめえは。ガストンと言います。切り込み隊の副長を務めさせてもらうことになりました。切り込み隊。ああ、そうだったな。よろしくな。まあ適当にやってくれ。はい隊長、精一杯頑張りますんで。